ペインティング・オブ・ダズル、シップ・スイン・ドライ・ドック・アット・リバプール・ダズル名祭の、カンセン・エドワード・アレクサンダー・ワズワースは、イギリスの画家。ウェスト・ヨークシャーのクレック・ヒートンで生まれた。エディンバラで学んだ後、1906年からミュンヘンで、工学を学び、ヨカニ、画家、ハイン・リヒ・クニルの画塾で絵画を学んだ。イギリスに戻った後、ウェスト・ヨークシャーの工芸学校で学んだ後、 ロンドンのスレード美術学校で学んだ。同じ時期の学生には、スタンリー・スペンサー、CRW ・ネビンソン、マーク・ガートラー、ドーラ・キャリントン、デビッド・ボンバーグらがいた。1912年に、ロンドンで開かれた、ロジャー・フライラによって開かれた第2回ポスト、印象派展に出展したが、ボーティシズムを組織することになる画家、パーシー・ウィンダム・ルイスという人になり、 未来派の展覧会にも出展した。1913年に、イタリアの未来派のオーガナイザー、フィリッポ・トニマーゾ・マリネッティと会合したが、イギリスの芸術家の多くは、高慢なこのイタリア人に幻滅したとされる。1914年7月まで、ルイスラのグループに属していて、ボーティシズムの機関誌、ブラストに掲載された、設立宣言に署名した一人となった。 設立宣言が公表された33日後には、第一次世界大戦が始まり、ボーティシズムの展覧会の準備は続けられたが、メンバーが選手したりした。ワズワースもイギリス海軍の予備部隊に配属され、画家のノーマン・ウィルー・キンソンと共に、艦船の迷彩塗装、ダズル迷彩の開発に従事し、1917年まで働き、 200隻以上の軍用船の明細塗装を監督した。1920年代、30年代にはシュルレアリスムに向かった。ワズワースのシュルレアリスム作品は、ピエール・ロワ風の単純に物を組み合わせた風景の中に奇妙な環境を滑り込ませるものである。ただ、フランスのシュルレアリスムとは異なり、 海を舞台とする作品も多く、海のシュルレアリスムと呼ばれる作品がある。これは第一次大戦中に2000以上の軍艦の迷彩を指導したこと関連があると思われる。ありがとうございます。